漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。祝、サガエ目玉シー新登場記念祭り、サガエ目玉シーガチャ、ボーディカー編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。ちなみに今回のガチャはサガエ目玉シーガチャという名前でございますが、サガ魂ガチャと同じだそうです。じゃあややこしくサガエ目玉シーガチャに名前変えずにサガ魂でええやんけと思いましたが、大人気のサガの新作をしっかりプレイヤーにアピールしていきたいってことなんでしょうな。今回のガチャの新スタイルはサガエメラルドビヨンドからボーディカー、ウェンズデイ、略の3名。それでは新スタイルざっくり性能チェックのコーナー、行くぞー。てなわけでまずはじめにチェックしていきますのはボーディカー、体験スタイルで登場でございます。最初バナーで見た時ブルーだと思ったのは内緒。ちなみにこの人女性だそうです。まずはスタイルレベル50でのステータス補正値。腕力が 120% プラス14、知力が 91% とやや高め、精神が 102% と高くなっております。ボーディカーのアビリティについて、バトル開始時、味方全員に弱攻の恩恵、防御強化、を永続付与。ターン開始時、味方全員にウィークヒートアップ極大を5回上限で付与。ウィーク攻撃時に BP1 回復、HP 極小回復、確かな戦技を1ターン付与。攻撃スキル命中時、宿地剣と流し斬りプラスが発動。OD 攻撃発動後、魚脱流しと三撃乱剣が発動。ターン終了時に自身の OD ゲージを大アップさせる気高き女剣士。弱攻の恩恵、防御強化、はウィーク攻撃時に自身に防御強化賞を2ターン付与の効果。確かな戦技はウィーク攻撃命中時、対象に腕力と知力でバフ賞付与と防御弱化賞を2ターン付与の効果。流し斬りプラスは A 威力残単体攻撃。攻撃命中時に対象に腕力デバフ中付与のおまけ付き。三撃乱剣は E 威力残突単体ランダム3回攻撃。攻撃命中時、対象に腕力デバフ小付与のおまけ付き。ターン開始時、自身にヒートアップ特大を5回上限で付与。ターン終了時、自身の BP を3回復するボルテージフォース3、被ダメ極大軽減。ターン開始時自身にダメージブロック1回を付与。自身の腕力、素早さを大アップさせる鋼弾の守護を、腕力、素早さ、ボーディカーのスキルについて、BP 霊で使える E 威力残突単体攻撃の宿地剣。こちらは自身に行動順補正上昇賞にターン付与のおまけ付き。BP7 で使える S 威力残単体攻撃の巨奪流し。こちらは攻撃命中時、対象にモラルダウン第3ターン付与のおまけ付き。BP10 で使える S 威力残突単体ファスト攻撃のオーラスラスト。こちらは攻撃前、味方全員に確かな戦技を1ターン付与のおまけ付き。味方全員ウィーク攻撃をすることで何かしら恩恵をもたらすアビリティを付与。ウィーク攻撃をすることで自身に防御強化。BP1 回復、HP 極小回復、さらに敵に腕力知力デバフ、防御弱化を付与することができます。デバフ効果アビリティの確かな戦技はオーラスラストを使用することで重ね掛けが可能。ウィークを取ることが必要になりますが、これらの効果を1ターンに回数制限なしで発動させられるのがいいですな。複数の技で攻撃できるキャラでパーティーを編成すると良さそうです。自身は通常攻撃時には宿地剣と流し斬りプラスで追撃。OD 攻撃発動後には巨奪流しと三撃乱剣で追撃が発動。1ターンに最大5つの技で攻撃が可能で行動順補正をアップしながら腕力デバフやモラルダウンを付与できます。ただモラルダウンは重複しないので OD 攻撃をするときはオーラスラストで攻撃できるように BP 調整したいところです。ウィークが取れるパーティーで編成することでサポーター、ジャマーとして活躍できるスタイルですな。本人の攻撃属性が残メインですので残弱点の敵で残キャパで運用すればかなり強そうです。現登場なら敵の弱点を気にする必要ないので層の厚い体験でもレギュラーとして活躍してくれそうですな。続きましてチェックしていきますのはウェンズデイ、剣スタイルで登場ですな。他にもプースデイとかフライデイとかおるんですかね。ちなみに性別不明かと思ったら女性みたいです。人は見た目で判断したらあかんということですな。てなわけでスタイルレベル50でのステータス補正値、腕力が 127% プラス14、体力が 101%、
精神が 104% プラス14と高めです。ウェンズデイのアビリティについて、バトル開始時、味方全員の OD ゲージ満タンスタート、味方全員の BP3 回復、ターン開始時、味方全員にオーバーエンハンス極大を3回上限で付与、味方全員に OD 攻撃強化特大を3ターン付与に腕力、器用さ、素早さ、知力大アップ、OD 攻撃発動後、味方全員に防御強化大を2ターン付与に BP2 回復、ターン終了時、味方全員の OD ゲージを上限3回で満タンにする溢れ出る研究心、ターン開始時、自身の BP2 回復、味方全員に攻撃強化大を1ターン、オーバーエンハンス極大を3回上限で付与、ターン終了時、味方全員の OD ゲージを中アップさせるスーパーオーバーフィールド、4ダメ特大アップ、非ダメ超極大軽減の攻防の妙義4、ウェンズデイのスキルについて、BP0 で使える D 威力残突単体攻撃の切り払い、BP6 で使える D 威力残突単体攻撃のブルーセイバー。こちらは使用回数2回までの制限付き、攻撃前、自身に連鎖衝撃、ブルースタンピード、を永続付与、自身にターン終了時 OD ゲージ上昇症を永続付与のおまけ付き、連鎖衝撃、ブルースタンピード、は OD 攻撃発動後にブルースタンピードが発動の効果、BP10 で使える威力残突単体ランダム3から5回攻撃のブルースタンピード。こちらは攻撃が命中するたび対象に防御弱化症を1ターン付与。さらに自身の HP 極小回復のおまけ付き。開幕味方全員 OD ゲージ満タンスタートに BP プラス3スタート。オーバーエンハンス極大を合計6回付与できて OD 攻撃強化も味方全員に付与。自身 OD 攻撃時には味方全員に防御強化大付与に BP2 回復と、火力耐久力 BP サポートで活躍できます。開幕から3ターンはターン終了時に味方全員の OD ゲージを満タンにでき、4ターン連続で全体で OD 連携をぶっ破することができます。自身はブルーセイバーを使用することで OD 攻撃時発動するブルースタンピードを最大2回永続付与が可能。OD 攻撃時は一気に自身の HP を回復しながら、複数回防御弱化を重ねがけしてパーティー全体の火力の底上げすることができます。パーティー全体の OD 攻撃のサポートに特化したスタイルですな。開幕4ターン連続 OD 連携で一気に火力を出すことができます。他に OD ゲージのサポートができるメンツと一緒に編成して戦うのも面白そうです。最後にチェックしていきますのは逆、水術的性の体術スタイルで登場です。見た目めっちゃスライムっぽいですが男性だそうです。スタイルレベル50でのステータス補正値、腕力と素早さがともに 119%、知力が 102%、体力が 101% プラス14、精神が 109% プラス14と高めです。他には魅力が 72% と高くなっております。こんな見た目ですが、力のアビリティについて、バトル開始時、味方全員にヒートアップ超極大とディフェンスアップ大を付与。味方全員の BP5 回復、しかし自身に LP-2 のダメージあり、ターン開始時、自身の BP3 回復に挑発大を4ターン付与。上限3回で味方全員にヒートアップ超極大とディフェンスアップ大を付与。自身を防御カウンター状態に、しかしその都度自身に LP-1 のダメージあり、直接攻撃に対してスプーマバーストでカウンターするコスモスを守るもの。スプーマバーストは B 威力打霊全体攻撃の水術。味方全員に攻撃強化症1ターン付与のおまけ付き、被ダメ特大軽減、味方全員生存時、味方全員の4ダメ中アップと被ダメ大軽減のスーパースクラムガード。ターン開始時、5回上限で自身にヒートアップ特大とディフェンスアップ大を付与する激化する力4、略のスキルについて、BP1 で使える D 威力打霊単体攻撃水術のポイズンボール。こちらは攻撃命中時、毒付与のおまけ付き、BP5 で使える E 威力打全体攻撃のチャームスポア。こちらは攻撃命中時、対象に精神デバフ大を付与、さらに対象に魅了付与のおまけ付き、BP10 で使える SS 威力打霊単体攻撃水術の泡ボンバー。こちらは自身の HP 中回復と自身にガードアップ中3ターン付与のおまけ付き、開幕味方全員にヒートアップ超極大とディフェンスアップ大に BP5 回復、その代わり自身の LP を -2、
毎ターン開始時に3回上限でさらに味方全員にヒートアップ超極大とディフェンスアップ大を付与。そして防御カウンター状態を自身に付与。3ターン後には1回の直接攻撃に対して3回カウンターが発動するということでしょうかね。しかし開幕から3ターンの間自身の LP をマイナス1、4ターン以降は LP1 で戦わないといけなくなるというデメリットはありますが、その分味方にもたらすサポート効果は大きいですな。さらに自身は5回上限でヒートアップ特大とディフェンスアップ大を付与でき、火力耐久力ともにかなり高めでございます。アワボンバーで自身にガードアップ中を付与しつつ自己回復しながら攻撃可能。ポイズンボールで毒付与役。チャームスポアで全体精神デバフに魅了付与役としても仕事できます。自身に LP ダメージがあるもののパーティーメンバーを永続強化することができ、タンク役をこなしつつカウンターでダメージも稼げるスタイルですな。ただ LP 攻撃に滅法弱いので超高難度での活躍は厳しそうです。というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの私の感想でございました。久しぶりにサガ魂してるなぁといった感じの尖った性能のスタイルですな。ログボで10連無料チケットが配布されてますのでそちらは忘れず消化しておきましょう。とりあえず私はスルー寄りの様子見。螺旋回廊340回の攻略で必須レベルなら引くかもといったところでしょう。以上、祝、サガエメ魂新登場記念祭り、サガエメ魂ガチャ、ボーディカー編。ざっくり性能チェックのコーナーでございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。